非正規社員や外国人労働者の増加により正社員の雇用率が低迷する現代社会、その中で自分の個性やスキルをいかに高めるのかが重要課題となっています。東京都文京区、ここに資格の合格率に定評のある会社があります。この会社が手掛けるのが通信講座、行政書士や簿記などの資格取得を目的に質の高い教材を提供しています。フォーサイトが扱う資格は様々、難易度が高いと言われる資格の合格率も平均を上回っているといいます。適宜に基づいて事業をやりますから、まずここでまあどういうものを作るかっていう、そこでもやっぱり違ってきます。時代の時代へ。こちらは講義の収録現場。まあですのでね、男女雇用機会均等法の、まあ、このね、差別禁止の規定。ここからは場所を移動しての撮影。それは受講者のやる気を保つある面白い仕掛けのためでした。コーヒーブレイクです。皆さんこう本試験の時に余談とか雑談とか背景知識入れた方が授業は引っ込まれるんですね。でただこれを入れると相手が社会人ですので必ず余談を取ってくれっていうクレームが必ず来るんですね。で最初のうちはですね、量を減らしたりそれをもっと面白くしたりとかいろいろやってもクレームの数が全然減らないんですね。でそこの部分だけを CM のように別撮りをして挟んでいくとクレームゼロになったんですね。で、まあ、その体験もあってですね、まあ、クレームっていうのはやっぱり考えればと、なんていうかな、なしにできるんだなっていう。このように毎年受講者の声を取り入れていき内容をブラッシュアップしているのです。訪ねたのは制作会議の現場。さまざまな声の中から今回はこの赤字部分が議題のようです。薄いの作っても意味ないじゃないですか。重版をベースで作るっていうのは可能ですけどやると大変だと。全体のボリュームが出た議題を具体的にどう教材に組み入れていくのか、さらに話し合いが行われます。こうした改善課題がフォーサイトの教材を変えてきたといいます。このカラフルなテキストも受講者の声から生まれました。冗談抜きでこれは普通ないんですよ。ないんだけど2年ぐらい前かなから一般の書籍で同じ形が出ちゃったんですよ。ああって思いましたね。でもね、福田さん大丈夫です。絶対追いつきません。皆さんのやっぱ力があるので、ちょっと真似するのはできてもやっぱりね、やっぱ本作ってよく毎年毎年考えているので、表面上だけでは。それがやっぱすごいですよ。最初はですね、まあ、当然コストがやっぱ頭の中にありますので、まあ、やりたくないなっていうのは正直なところですけど、経営者ですので、ですけどまあ変えるとですね、合格率が上がることが分かったんですね、やっぱり。ですから私も途中ポリシーを完全に捨ててしまってもう変えていくっていうのをやってます。はい、ではこちらのカメラからお願いします。また定期的に行うのが合格者たちとのミーティング。ここで直接会い生の声を聞きます。早速、自己紹介をしていただきましょう。こうした日々の取り組みが教材の質を高めていくのです。まあ、一般的にちょっと難しいということで認識されておりますし、そんな資格を、合格できたということで、あいつ頑張ったなということで、はい、言われております。はい、自営をやってるんですけれども、まあ、ちょっと思わしくなかったのと、今までやっぱりちょっと苦労のしどしっていうところはあったんで、これをきっかけにきちんと私も生活が成り立っていけるように転換をしていきたいなというふうに思ってます。資格取得を通じて人生はきっと変えられる。最後に代表の山田さんはこう言います。綺麗事を言えばその成長とかいろいろありますけど、まあ、私はこの人生変える武器だと思ってるんですね。まあ、私のうちはまあ家がですね4畳半と6畳でお風呂も何もないっていう、まあ今でいう貧乏な家ですね。学歴ないかとかいろいろ諦めてる人いますよね。ただそういう人でも勉強してある程度みんなが知ってる資格を取るとかなんかすれば、まあやっぱりそれで人生みんな変わっていくわけなので、そういう機会を創出できますので、そうしていきたいなと思ってます。